オペラハウスとは、イギリスの競争場で、引退後は日本で、種ボバとなった。キング・ジョージ6世・ロクセクイーン・エリザベス・ダイヤモンド・ステークスなど GI を参照、している。前弟に、ケイ・フタラ、ハン・イモートに GG トップがいる。名前の由来は、ロンドンにある、ロイヤル・オペラ・ハウス劇場から。父、サドラーズ・ウェルズの地を、日本で花開かせた一頭で、テーム・オペラ王。 名勝サムソンなどの活躍場を出している。1993年のカルティエ賞最優秀小場に選出された。2歳のデビュー戦は10審査の圧勝で、翌年の有力候補に、名が上がるも調教中に急節を痛め休養に入る。3歳の秋に復帰するも、その年は復帰初戦で挙げた勝利のみに終わる。4歳に入り、タタソールズゴールドカップで初重賞制覇。 ブリガニア・ジェラード・ステークスで重勝連勝を飾る。その勢いで夏の GI 戦線に挑むも、エクリプス・ステークスはクーヨンガの2着、キング・ジョージはセント・ジョバイトの3着に終わる。その後一戦一勝で4歳を終える。5歳になりいよいよ本格化したオペラハウスはガネーショー2着の後、コロネーションカップエクリプス・ステークス、キング・ジョージと GI を3連勝。 キング・ジョージでは、コマンダー・イン・チーフをはじめとする3歳世代、ユーザーフレンドリーなど、前年の外戦門章構想組を退ける、解消だった。しかし、これが、最後の勝利となる。アイリッシュチャンピオン・ステークスは2着、外戦門章もエルナンドに次ぐ2番人気ながら、アーバンシーの3着に終わる。そして、アメリカに遠征してのブリーダーズ・カプターフでも、コタシャーンの六着に敗れ、 現役を引退する。1994年から日本の日本軽手は協会で種ボバ入りした。初年度3区からマイルチャンピオンシップ南部杯を勝った日本ピロジピタを出した。2年目の3区であるテ m エムオペラ王は G1 を7勝し JRA 少年度代表馬になる大活躍を見せた。その後、3区成績がやや伸び悩み。 2004年と2005年には配合数が30頭を切るほど人気が低迷していたが、2006年に名称サムソンがクラシック2巻を制すると本場の人気も回復し、2006年には157頭の牝馬と配合された。マジェスティバイオが2011年の中山大障害を優勝し、オペラハウス3区の通算 G 相勝利数は14勝となった。なお、 本馬は日本に輸入されたサドラーズウェルズ系シュボバとしては唯一 GI 馬を出している主王馬である。3区ごとの成績には村があり、シュボバとしては、いわゆる一発大物型の傾向があるものの、トップクラスの3区はサンデーサイレンスやブライアンズタイムの上級3区と対等に渡り合う、もしくはそれ以上の活躍をしている。配合される品馬の大半が中小規模の牧場の 繁殖品馬ということもあり、勝ち上がり率はそれほど高くないが、高額の賞金を稼ぐ産区の割合は高く、そのためアーニングインデックスは高い。3区である名称サムソンの3区も重賞を制覇しており、本場は直径の孫の代においても重賞を制覇している。恒例により2012年をもって種ボ馬を引退した。その後は日本軽手は境界しづネい種馬場で、 功労場として、予席を送る。引退後も種母場登録は継続されていたが、2014年2月14日付で、用途変更され、正式に種母場を引退している。2016年4月20日日本慶詩は、境界しずない種馬場にて予席を送っていたが、左公式節骨を粉砕骨折し、安楽死となった。余談だが、1999年のフェブラリーステークスを、 岩手競馬所属の名声オペラが勝利した時、種付けの問い合わせが殺到したというエピソードがある。名声オペラという場名と、当時の本場の代表3区がダートの競合、日本ピロジュピタであったことによる勘違いである。3区の傾向としては、サドラーズウェルズ系だけあって末足の切れ味には、欠けるが、しぶとい末足と勝負根性が武器で、大差をつけて、勝つような派手な3区は少なく、 僅差で接戦に勝つ3区が多い。ステイヤー傾向の3区で、ロングスパートが得意な3区などは、暗状の腕や馬との相性も通常以上に問われるが、騎手の手が合えば思わぬ力を発揮することも見られ、それまでスランプだった馬が乗り代わりでいきなり構想するパターンが時折見られるのも特徴である。芝中長距離での活躍が中心だが、 ダート競争の GI カチューマも排出している。また、障害競争適性も高く、数多くの重傷を勝っており、決闘評論家の吉澤ジョ常ジは、本場を、障害のサンデーサイレンスと評している。気象面で安定したサンクが多く、体も丈夫で故障が少ないという特徴もある。時計がかかるよう、芝や道割の馬場も得意である。成長力に富み、 コバになってから本格化する晩生型の産区が多く、足元の問題が起きなければ長い期間にわたって、活躍が期待できる。テームオペラオースプリングゲント名称サムソンマジェスティ、バイオハハカラースピンは1986年のアイリッシュオークス場。オペラハウスの前後トにゴールドカップ2勝、アイリッシュセントレジャー連覇のケイフタラ、ハンイモートに2003年のオペラ賞に勝った。 GG トップ、ありがとうございます。